という試合でした。1回の表ジャイアンツの攻撃、先頭の橋本いたるをピッチャーゴロに打ち取って、まあ、うまく立ち上がったかなという印象だったんですがね。ツーアウト二塁に置いて長野はショートゴロ。初回はゼロで、まあ、無難だったですね、はい、1イニング目はね、1回の裏タイガースは先頭の西岡がツーベースヒット、これでノーアウト二塁。しかし鳥谷はキャッチャーのファールフライ、その後も倒れまして、ツーアウト二塁。福留はピッチャーゴロ。これこうノーアウトのランナーを進められないタイガース。ノーアウトランナーセカンドでしたからね、はい、どうしても1点欲しいところですよね、その後2回の表です。ツーアウト一塁二塁から宇都宮の当たりが、これはサード北条の、記録はエラーということで、これが満塁になって橋本いたるにつながります。ライトに上がったフライがライン上際どいところに落ちまして、これが2点タイムリーツーベースヒット、ジャイアンツが2点を先制します。2回の裏タイガース、ワンアウトランナーなしから北条がライト前ヒット、まあ、1日1本じゃありませんけれどね、北条は、そうですね、そして注目された坂本のプロ初打席なんですが、空振りの三振に終わりました。その後3回、この回にまとめて点を取られてしまいました。ワンアウト一塁二塁から村田の左中間オーバー、2点タイムリーツーベース、これで4対0。そしてツーアウト一塁二塁、バッターは宇都宮。ここですね、黒田さん、この宇都宮ですよね、はい、2イニング目と3イニング目にね、はい、出してしまったような大量点ですよ ねまたまた橋本いたるにライトへ2点タイムリーツーベース。この回4点を取ったジャイアンツは6対0とリードを広げて、能見をノックアウト。2番手には松田が上がって、ここでまあキャッチャー坂本も交代ということになってしまいましたが、その後に上がったこの松田がいいピッチングをしましたね、今度使えるというあの、はい、あのピッチングしましたよね、今日今シーズン初登板だった松田。ここも村田の当たり、一塁ランナー長野がスタートを切っていたんですが、ダブルプレーを取りました。4回の表、そして5回の裏、原口の7号ソロ、1点を取りました。6対1、まあ、結果的にはタイガースはこの1点だけということになりました。ジャイアンツも6回の表ツーアウト一塁三塁のチャンスを作るんですが、阿部のライトライナー、これはちょっとヒヤッとした当たりでしたね。いやそうでしたね、正面行きましたからね、はい、さあここから宇都宮の奪三振ショーです。福留、ゴメス、北条、6回の裏三者連続三振。その後7回の裏高山見逃し三振、中谷空振り三振、原口空振り三振、これ6者連続。コントロールも抜群でしたね今日は。本人も言ってましたけど、はい、やっぱり6イニング目7イニング目でこういうピッチングできるんですからね、そして8回からはピッチャー山口に変わりまして、この回の先頭西岡がレフト前ヒット、これが西岡猛打賞という3本目のヒットになりました。ツーアウト1塁だったんですが福留は三振。すると9回裏、最後ツーアウトランナーなしで高山、サードのファールフライに倒れて試合終了。高山今日はノーヒットに終わってしまいました。坂本のプロ初出場初スタメンの試合、6対1でジャイアンツが勝っています。ここで阪神対